皆さんこんばんは、レチャー編集部のポポです。本日3月16日水曜日、お邪魔するのはこちら、プレイランドキャッスル大曽根店さんです。ビッグのポポで今日も行かせていただきたいと思います。閉店チャンスガールズ。SIM ジャグラーの状況を見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。回転数の方が約8300回転、ビッグが38回、レギュラーが32回、合算確率が118分の1度、もうゴリゴリですね。多分上で間違いないのかなと思います。続いて回転数が約7900回転、ビッグの回数26回、レギュラーの回数が41回、合算確率が118分の1と、もう上で間違いないですね。続いてマイジャグラー5見ていきたいと思います。こちらの台、回転数が約5500回転、ビッグの回数21回、レギュラーの回数が26回、合算確率の方が117分の1と上あるのかなと思います。こちらもいいですね。回転数が約6400回転、ビッグの回数31回、レギュラーの回数が24回、合算確率が115分の1と上であるでしょう。続いてファンキージャグラー2のコーナー見ていきたいと思います。これどうですかね。回転数約7300回転、ビッグの回数が35回、レギュラーの回数が26回、合算確率が119分の1と間違いないでしょう。こちらの台、回転数が約7400回転、ビッグの回数が40回、レギュラーの回数が25回、合算確率が114分の1と、いやーいいなー、すごい。じゃあそれでは実践していきたいと思います。レギュラーのポポと言われて何ヶ月かやってきたんですけど、前回の閉店チャンスガールズ、ビッグの回数の方が多くね、終わることができました。なので今日もそんな感じでやっていきたいと思います。あ、来ました、早速。はい、さあどっちから行きます。ビッグレギュラーでした。はい、じゃあ一番最初のあたりはレギュラーです。いやー、私のね、いつかの目標はじゃんじゃんバリバリさせるっていうのがやっぱ目標ですね。店内状況の方なんですけれども、どのジャグラーのシリーズにも良さそうなのが数台以上はあって、もう1台どころではないです。まあいろんなところにチャンスがある感じになっているのかなと思います。で、良さそうな台が空いたのでそちらの方に移動したいと思います。前回良かったじゃん、前回調子良かった、その時を思い出せ。あ、見えますか。なんとカメラにね、この55が映らないという事件がありましたが、カメラのアングルを変えていただき映りました。じゃあどっちかな。ビッグ、よし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 、ビッグ。はい、紹介いたしました。ポコポコ当てていきたいと思います。あ、見えますね。今回は揃えていきたいと思います。ビッグ、あ、レギュラーでした。はい、じゃあ行きます、どんどん行きます。あ、見えますか。じゃあどっちでしょうか。ビッグ、よし、いただきました。はい、3連目ですね。3連目紹介いたしました。いやー、本当に大移動大成功ですね。トラッピーの神よ、今こそ力を貸したまえ。
あ、待って待って、ね、これまだ間に合う？ちょっともう揃えちゃいます、レギュラーマイジャグ5とファンキージャグラー2を実践したんですけど、作戦に作戦を重ねて収支の方がですね、投資が368枚で回収が371枚なので、収支がなんとですねプラス3枚プラス3枚という結果で終わりました。3枚プラスになったんですよ。いやプラスには変わりないんでね、私が2番目にね打ったマイジャグ5がもう結構ね良さげなやつだったので、それでちょっとプラス3枚に持っていったという感じになります。で店内のジャグラーコーナーもそれぞれのシリーズごとにあのいいのが数台ありましたので、ちょっといろんなところにチャンスがありそうでした。最後にまとめたものを載せますので、あのそちらをご覧ください。以上、閉店チャンスガールズでした。皆様こんばんは、レター編集部のめぐーでーす。さあ始まりました、閉店チャンスガールズ。3月23日水曜日、収録させていただくホールさんはこちら、プレイランドキャッスル東郷店さんです。実はですね、こちらのホールさんで今日は朝から実践取材をさせていただいておりました。ジャグラーコーナーがですね結構しっかり稼働ついてるところもあったので、そちらがどうなってるか早速店内見ていきましょう。はい、では店内やってまいりました。早速ジャグラーコーナー見ていきましょう。こちら本日が約4500ゲーム回されてて、ビッグが22回、レギュラーが16回ですね。こちらの台実はですね、前日前々日もかなり回数がついてて、おそらく据え置きなんじゃないかなと思って、まあ、ガッサも118ですしね、かなり内容いいと思います。2081番台ですね、回数が3130ゲーム回されてまして、ビッグが10回、レギュラーが15回ですね。合算確率が126分の1、こちらも上の数値ですね。こちらファンキージャグラー2です。2073番台ですね、ビッグが31回、レギュラーが27回、合算がですね114分の1、こちらもかなりいい数値ですね。マイジャグラー5のコーナーです。こちら2062番台、すごいですね、ビッグ45回、レギュラーが33回、合成確率115分の1、こちらもバッチリですね。続いてその隣です、2061番台、ビッグ26回、レギュラーが28回ですね、合算が122分の1、こちらもバッチリです。そしてそのお隣ですね、2060番台ですね、ビッグが43回、レギュラーが40回、合算が92分の1、これ設定ないくつなんですかね。こちらも間違いないです。3台並びで良さそうな台が続いてます。それでは実践スタートします。朝からですね、今日こちらで実践ずっとさせていただいてたんですけども、まあ、やっぱり稼働が良かったのはマイジャグで、アイマイジャグラーは、まあ、全体的に言うとそれほど回転数がマイジャグに比べてついてないですけど、やっぱしっかり反応してる台もあったんで、まだね埋まってるかもしれない。まあ、結構ブドウ落ちますね、やっぱり198ゲームかな、198ゲームから回してて、今まだ投資1本ですけど、今42だから結構回ってますもんね。隣にちょうどフォロワーさんも来てくれた、勝手に競争しよう、どっちが先に光るか。隣のフォロワーさんより早く当てるんだ。おお来た、イエス。さあ277ゲームですね、やったー、ビッグ、イエス。いい、最初はビッグです。隣のフォロワーさんより早く当てることができました
勝手にライバル視。さあ次もフォロワーさんより早く。お、あ、先に当てられちゃった。しかもプレミア。追加投資しますよ。あ、来た。さあ追加投資したら来た。252ゲームですね。レギュラー252ゲーム投資が、トータル4本ですね。あらあらららららあらら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 飲まれちゃうよもう。あらまた100超えちゃった。むずまたビッグだよ隣。やるな。今日の教訓としてはまだ埋まってるってことですね。まだあまり回されてない台にもチャンスがあるっていうことが今日の実践で分かりました。また隣や。また隣。隣のフォロワーさんに絶対勝とうって言ってた。勝手に挑戦持ちかけたからかな。どえらい差がつかれとる。あっちもう何回当たっとんの。5、6回。私2回。全然じゃん。うわ気づいた、300ゲームいってた。これが最後な。終わりですか。はい。さあということですね、お時間になりましたので実践終了です。結果なんですけども、投資が598枚、回収1枚ということで、はい、大負けですまあでもね、隣の台がスコブル良くなってきましたね。ということはアイムジャグラーがあんまりまだ回されてない台が多かったんですけど、結構埋まってるのかなっていうところで、ちょっと次回のですね参考にするのとリベンジを果たしたいと思います。店内のですね良かった内容の台などはですねまとめますので、またそちらもご覧いただければと思います。いやちょっと悔しいけど本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。皆さんこんばんは、デジョン編集部の富野花です。本日3月23日水曜日はプレイランドキャッスル大添店さんにお邪魔しております。それでは早速店内の方に参りたいと思います。レッツゴー。紹介したいと思います。まずはファンキージャグラー2です。ビッグ5回のレギュラーが6回で加算が114分の1ですね。そのお隣もいいです。こちらはビッグが37回のレギュラーが23回、加算がすごいですね、106分の1です。ご覧ください。ビッグ27回のこちらレギュラー数は27回ですね、加算が114分の1ですね。ご覧ください。ビッグ26回のレギュラーが23回、加算が134分の1ですね。ここもいいですね。ビッグが31回のレギュラーが22回、加算が121分の1ですね。続いて SM ジャグラーを見ていきたいと思います。そこもないんじゃないですかね。ビッグ26回レギュラーが15回、画算137分の1でもう中間ぐらいですかね。ご覧ください。ビッグ23回のレギュラーが28回、画算が127分の1ですね。ご覧ください。ビッグ22回のレギュラーが19回、画算が132分の1ですね。中間ぐらいもありそうな感じします。ご覧ください。ビッグ15回、レギュラーも15回、画算が今124分の1ですね。あーもうここすごい。ビッグ34回、レギュラー30回、すごいですね、ガスタが107分の1。それでは続いてマジャグラー5をご紹介したいと思います。ご覧ください。ビッグ
19回のレギュラーが17回、こちらが131分の1ですね。周回量はありそうな感じします。あ、ここいい。陸19回のレギュラーが11回が322分の1ですね。ご覧ください。陸24回のレギュラーが、まあ、ちょっと足りないんですけど10回ですね、が3が112分の1。ここいいですね。ご覧ください。陸32回のレギュラーが24回が3がすごい104分の1ですね。もうほぼほぼ5、6あってもいいんじゃないかなと思います。あ、ここすごい。陸16回のレギュラーが15回、ね、が3がすごい97分の1です。ご覧ください。陸が20回のレギュラーが23回が3が130分の1ですね。こちらのラインしたいと思います。今ビク26のレギュラーがちょっと足りてないんですけど15回で、でもガッサンが137分の1でまあまああとで良さそうな感じですのでこのラインします。それでは時間になりましたので実践の方開始したいと思います。閉店チャンスガールズ。店内状況なんですけどジャグラコナはね稼働がすごい高いです。今日の前の感じから見ると SIM とかファンキーの方が並んでだったりとか散らばってもそうですけど出さないものが、あ、待って光った、いきます。77ゲーム私1000円です。やったー、ドラムやからすごい。今店内状況なんですけど全体的には良さそうです。おー23ゲーム早い。おーすごいビッグ2連このままいったら最高サマイ更新するんじゃないかな。閉店チャンスガールズ史上のサマイを持ってるんですけど多分プラス900枚ぐらいかな。今日超えれるんじゃないかな。おー51ゲームもうさすがに光らんと思ったんだけどな。やばービッグ3連今日のサマイが1800枚ですかね。最高様へ今私は記録をちょっとずつ塗り替えてますすごい6連してるのもともとこの台。あやばい持ってるよ2ゲームで2ゲームえチェリーチョー探偵じゃないしかもいくよ怖っ。今日レインボー見ちゃったマジ、78ゲームすごい今日めちゃくちゃすごい持ってるわ私。200以内に当たってまたビッグとかだったらマジで多分サマイス記録更新できそうな気がする。169ゲームすごくない？今日のサマイスまた更新してます。あやば持ってるレギュラーでした。まあまあそろそろ来ると思ったんでよかったよかった。今日はもう7ペカリか多分私の最高ペカリも7ペカリだったんで今はね多分最高記録と同じペカリ数ですね。あと2分当たるかな。ああ当たってたレギュラーでした。残り1分。はいということで実践終了でございます。お勤めでした。結果発表させていただきます。本日投資が46枚、回収が1260枚、収支の方がプラス1214枚と結果になりました。3枚記録更新です。そしてですねペカリ数がなんと
8ペカです。ありがとうございます。内訳の方がですね、ビッグが6回の、レギュラーが2回です。ありがとうございます。そちらも記録更新させていただきました。ありがとうございます。で、まあ、店内状況の方なんですけども、やっぱもうこの時間でも驚いてるさ、すごく稼働が高いんですね。で、結構見てるとスライムとかパキージャグラー2とかは結構並んでだったりとか、まあ、散らばって目立つものが多かったかなと思います。マイジャグラー5は結構ベースが高いものが多いのかなっていう感じがしました。動画の最後に良かった台のデータの方もまとめたものを載せますので、そちらもご覧ください。今日はもういい夢見れそうです。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。富野花でした。おつとみー。